みなさんこんにちは私のチャンネルへようこそすもありがとうございます今日のすのチューブはどうしたんだろう先週の件があったからかなそれよりライブの一般が土曜日だ可能性にかけたいけど家にいなくて仕事でもなくて出先なんだけど外からつながるんか望みが消えそうだわそしてライブグッズ届いたいけないけどキャレットキャレット まだ見てないけどパンフレット、写真集だろうな。うちはも、後にしたアクスタとヘアバンドがまだだ。一緒に来ると思ってた。ヘアバンドが遅れるらしいけど、やはりオーラス京セラドームに、ブッズだけを買いに行かないとな。カードが買えてないから、ヘアバンドよかったらまた買い足したいし、見れないけど、近くにいたい気持ちもある。メメグラム解説1年だね、アスタリスクキャレットキャレットアスタリスク。 めめらしい写真やコメントもありでストーリーもインライでも嬉しなきや一緒に乾杯したりラウールくんさっくんとコラボあったりで楽しませてもらって幸せですブログは何か発信するたびいろいろ言われるから書かなくなったらどうすんだよって思ってたら8月以来静かになってしまって自分の気持ちを発信する場がなくなったら困るなって思うけど インスタにも発信してくれてるからメメなりには良いのかなブログは書くたび過去のはなくなるから今後も楽しい目めぐらむ楽しみにキラキラ海の始まりすごいことにグランプリおめでとうクラッカー東京ドラマアウォードとは違うのかなそれにしても作品が海外から評価されるってすごいことメメもそうだけどチームみんなで頑張ったんだ東京ドラマアウォードも同じなら サイレントの時に助演団優勝を取ってるから、こんな嬉しいことない、亀梨くんの YouTube に康二ジくん、昔の話から SnowMan に入るまで、タテさんのご両親と、康二ジくんのご両親と亀梨くんと会ってるって。どういう状況、ほんと仲が良いなタテさんと、メメとのご飯に行った話をしてくれて、行こう行こうと言って4年、デビューしてから行ってなかったのね、キャレットキャレット。 去年も行ってたけど、今年行けてよかったよ、アスタリスクキャレットキャレットアスタリスク。キャンプも行けたらよいな。ドラマ撮影が一緒だったタイミングだったし、一息つけたのも一緒のタイミングだし、あマッサマンで忙しいのもあるけど、一緒にご飯行けてよかった。亀梨くんいつもスノーマン褒めてくれてます。いつもスノーマンに感謝キラキラ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。